ああ、後に来たあれのことか。なんだ、またどこかに落としたのか。戦後、話が下手なら黙ってていいから。はあ、あの時、あなたの口も改造しておけばよかったわ。というより、縫っておけばよかった。やれるもんならやってみろ。戦後、彼女の居場所を知らないなら、さっさとどきなさい。私の邪魔をしないで。知ってると言ったら。あら、ならいいわ。行ってみなさい。彼女はどこにいるの？楽園の中を探してみるんだな。そこで彼女の腕や足を拾えるかもしれない。メビウス、お前なら、あいつを組み直して使い続けるんだろう。クラインは、どこにいるの？そう、その通りだ、メビウス。こういう怒りによる殺意が見たかった。その気色悪い偽装を燃やせ！お前の顔が怒りでどんな風に歪むか、俺にも見せてみろ！役立たず。いい加減、力の無駄遣いはやめなさい。引っかかるほど私はバカじゃないわ。それにそういう執念はあなたを弱く見せるだけよ、戦後。また会いましたね、フワ。え、こんにちは。少しわからないことがあって、聞いてもいいですか？え、それが私たちがここにいる目的ですから。あなたたちは最後どうなったか聞いてもいいですか？私たちの運命は同じではありません。これは必然なんです。それに、ここに入った時、私たちのほとんどはまだ結末を迎えていませんでした。では、別の話を。少なくとも私が記憶体を残した時、戦後はまだ結末を迎えていませんでした。あの頃、彼はほぼ毎日のように目覚ましい成長をしていたんです。これはとてもすごいことだと思います。英傑の中でも彼より強いのは、多分、ケビンとエリシアしかいないと思います。エリシアが？エリシアはいつも誰もが想像できないような方法で崩壊エネルギーを使ってました。それに、彼女が融合した崩壊獣は、私たちの中で最も強いものです。訓練では、いとも簡単に戦後を抑えた彼女を見たことがあります。あれはそうできることではありません。メイさんは、
戦闘中の戦後の凶暴な姿を見たことがありますよね。エリシアですが、戦後は最後まで彼女に触れることすらできませんでした。わかりました。ありがとうございます。なんだかここにいる人はみんなあなたに強く出ることができないように感じるわ。あの戦後も例外じゃなくね。みんな私のことが好きだからじゃない？当然よね。英傑たちはみんな優しくて可愛い。だから同じように優しくて可愛い私と話が合うの。それに戦後もという言い方は良くないわ。彼に対して何か偏見でも持ってるんじゃないかって誤解されるわよ。それは失礼したわ。そういう意味で言ったんじゃないの。ええ、分かってる。メイは私と同じで優しいもの。誰かの悪口を言うような人じゃないわ。それに戦後はね、本当はそんなに怖くない。正しい接し方さえ心得れば、彼にも穏やかでおとなしい一面があるって気づくはずよ。穏やかで、おとなしい。ごめんなさい。そういう言葉と彼を結びつけられないわ。それはきっと、メイはまだ本当の意味で彼の世界に入っていないからだと思う。けど大丈夫。私が前に渡した本を覚えてる？あの、戦後の仮面にまつわる100の謎、入門からマスターまで。本に書いてある方法通りに一歩ずつ実践すれば、きっとメイも私みたいな戦後マスターになれると思うわ。読ませてもらったけど、誰もがあの方法を使えるとは思えないわ。だからあなたと一緒にいる時に見せる彼の友好的な態度には他に理由があると思う。他に理由？そんなものあったかしら。あ、強いて言えばあのことかも。あのこと？桜が彼のことを火を追うがに連れ帰ってきたとき、脅威対象と判断されて指針の書に放り込まれたの。指針の書？でもそんなの当人からしたらフェアじゃないでしょ。だから私は指針の書に行ったの。正直なところ、あそこは暗くて寒いし、客人をもてなすような場所じゃないわ。それに戦後の、あの活力と情熱は、そのまま無駄にするべきじゃないと思った。だから、戦後とある決め事をした後、私は彼をあそこから連れ出す方法を考えたの。決め事？約束、と言った方が正しいかしら。戦後はね、そういうことを大事にするタイプなの。男のこだわりっていうのかな。私も後から知ったんだけど、彼がした約束であれば何があろうとも彼は必ず守る。もちろん彼は相手に同じことを求めるわ。だからね、メイ、できないことを戦後と約束しないように気をつけてね。でないと、はぁ、あんな悲しい戦後なんて誰も見たくないもの。